キノコがいる。キノコさんですね。あれキノコか。見てください。東京ベイのエクスフォーメーションです。おはようございます。ポップランギャルです。成田ポップラン見えるかな。こんな感じです。成田ポップランハーフマラソン今スタート5分前。目標はまあ90分切り。つくばに向けての2週間前なんですけど、まあ、4分から4分10とかで押していけたらいいなと。さあということで。成田ポップランハーフマラソンに出場します、今日は東京ベイランニングクラブのメンバーが一緒に走ります。見て、ね、事務局に電話してゲストどうですかって言ったら、いや大丈夫です。さあ始まりました成田ポップハーフマラソン、実況と実況はこちら、竹本和樹でございます。ポッポッポー解説力解説萩原拓也で2人で、はいはい、映像を見ながら。僕はちなみに結果も知りません。初見でございます。初見です、はいはい、こんな感じでお送りしようと思います。快晴です。快晴ですね。さすがです。快晴です。この音大丈夫でしょうか。確かに、まあ大丈夫でしょう。とりあえずね、さあ始まりましたね。始まりましたよ。まあだからつくばマラソンに向けてのね、うん、2週間前刺激というかの、まあ、挑戦の一環ですか、一応。そうですね、はい。で、まあ、最初もちょっと言ったんですけど、まあ、4分から4分10とか、うん、4分15で押していけばサブ3のペース、うん、そのぐらいではまず基本いかないと。ハーフだからもうちょいほんと早く行ってもいいんじゃない。そうだね、4分ぐらい、うん、ぐらいで押していけたらなっていう感じです、ね、なるほど。マジで気持ちよかった、成田ポップ。すごいな、天気めちゃめちゃいい。そう、マジ、ほんとに雲一つない。今回何で測ったの？ GPS ですか？あ、そうですね。今回一応1キロごとに成田ポップハーフマラソン距離表示があるんですけども、まあ僕がいつもつけてるナイキのトムトムのGPS での、計測の1キロのラップなので、ちょっと誤差が、まあまあはい、生じるかなと、ね、はい、思います。はい、人多いとねとか、俺も結構手だれのガンダムみたいな。人多いと GPS ずれちゃうんですよね。らしいんすよ ね、 そうなんですよね。僕のナイキランクラブもちょっと最近不調ですから、ね、甘やかされてますから僕ね。 800m しか走ってない1キロなのやばい、やばいでしょ。普通多くなるよね。街中走るんですね。これも成田っすか。完全にここも成田市の成田市、成田駅の駅前の、はい、でずっとあの右下の方に青いユニフォーム、あれが東京ベイの本番用のユニフォームです。僕がね、たまにお世話になってる、そうですね、東京ベイランニングクラブ、はい、原田コーチにね、教えてもらってます。そうですね、サブ 3.5 今日も映ってますけどね、映ってるし、いっぱい出てるんで。すごいね、こんな感じですよ。初めてだからね。これは、どんくらいの集団なんですか。真ん中ら辺なの、結構前の方なの、今の段階で。いや、どうなんだろう。まあ前の方ではあると思うよ。先頭はまだあそこの前の集団が先頭、そこが先頭なんだ、うん、で結構いい位置で、いい位置だね、スタートを切れて、うん、やっぱりね、レースってなるとね、こうアドレナリンってね、言うよね、みんな。だから早く入りすぎちゃう。そうなんですよ。だからそこ本当皆さん気をつけた方がいいですよ。本当に1キロどのくらいで入るのか気になりますよね、はい、僕も最近1キロ結構速い感じするんだけどね、映像上。どうでしょうね。まあ、皆さんいますからね、ランニングさんね。ランニングさん速いね、うん。でもね、やっぱね、これは下りもあって、本当最初始まりはずっと下るの。これ結構下るのよ。じゃあそれこそ入りすぎちゃうね。うん。スケール出ちゃうし。そこを気をつけながらと思いつつも、これ1キロ表示ごとにあるんですか、成田は。何よ、キロ表示もう全部あるんですか。そう、ありますよ、全部。うん、すごいね、それ俺気になるわ。本番長野待ってほしいわ。毎キロ毎キロ、まあ、待ってほしいか、待ってほしくないかっていうね、人それぞれなんですよ。そこは1キロですね、3分39秒です。おー、どうなんですか。思ったより早い。早い、うん、やっぱり、うん、入れ込んでやってる。4分15ぐらいで入ろうと思った、本当に、本当は。あ、ここがね、あの、距離表示なので。
やっぱちょっと早くなっちゃうんだね。そう、早くなっちゃう。意識してても早くなっちゃう。意識してても早くなる。あと楽なのよ、この集団で一緒にこう走ってるっていう。引っ張ってもらってる感じでしょ。そう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 。3分39だからね。まあまあ早い。結構早いよね。体調が全て安いですね。はい。ただ持つのかっていう不安がありました。今度だってまあ上がってるけどさ、4分のそうだね。ね、うん、なんだ4分中村と一緒に8000のやつでしょ。そうそう、8000のやつ、うん、だってあれ1回も4分切ってないんだよ。それで 8000m で垂れてるんだよ。ちなみにあれはなんで垂れたの。結構視聴者さんの中でも、うん、まあリアルが見えて嬉しいってのもあるし、うん、いやお前それじゃサブストリー無理だろうみたいなお声もあったんで、はいはいはい、あれはなんか理由があるとしたら何なんですか。あれはね、体調不良です。そうなんだ。はい、体力量でもやっぱり練習するっていうところを見てほしいと。そうですね、もう垂れ流しにしちゃおうっていうところなんですよ。あんまよくなかったんですね、体調が、うん、そうです。それなんですか、風的なやつ、それともその疲れ的なやつ。疲れ、あ、疲れが溜まってる。疲れが溜まってるとね、やっぱり、うん、よくない。よくない。でもその時はもう諦める。でも、まあ、やることに意味があるよ、8000をその時に走るっていう道を。そうそう、うん、でもね、やんなくていい。そういう時は、うん、皆さんもこの日にポイント練習したいな、このタイムで走りたいなってあると思うけど、まあ体調悪かったらやらなくていい。怪我してもあれだから。で、へこむだけだからできねえみたいな。さあ、結構日陰とか走るけど体感どうだったんですか。体感はね、この日は暑かったですね。へえ、ぐんぐん気温が上がってってて。最低だもんね。そう、11月の10日、今何時くらいですか、出発して。9時に出発、10時スタート。すいません、僕まだ寝てます。おい、マジかよ。でもぬくぬくしてました。ふざけんなよ。あーね、ほらトイレに行く人とかいるんですよね。なんでこんな早くトイレ行くの。いやもうね、スタート前にトイレが並びすぎてて、スタート直前に行けないから、この1キロ、2キロあたりのトイレに行っちゃう。そういうことね。そうで、この時間帯でトイレ行けばまだなんか、はい、まあ、調整できるというか、集団にもまだ帰ってこれるから、この心も折れないね、最初始まったばっかだから。なるほどね。今のランニング素人僕からしたらもう謎ですかね。なんで始まったとこトイレ行くんだろう。そうね、そういうことね。トイレに行けないんだ。行けないの。だから本当に早めにちゃんと全部スタンバるっていうのが大事です。準備ね。はい、東京ベイでめっちゃ並んでますけどね。そうなんですよ、東京ベイのね、会員さんね、あれ組んでくれたの。もしかして X フォーメーションやってもらってんじゃない。実は違う。いや、やってねえわ。やってねえわ。してないだとしたら X フォーメーションしてる側だわ。ペーサー側だわ。周りにいっぱいいるけど、結構じゃあまとまって走りましょうみたいな感じで。いや、全然何の打ち合わせもしてない。あ、まうん、みんなの気持ちいいペースが本当やったから。そう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 、だからみんなさん強いですよ、本当に。でも一応教えてる側でしょ。そう、教えてる側。会員さん。すごいね。そう。なんだろう、4分から4分15とか20ぐらいで、いつもインターバルやってる人たちが、今ここら辺にいるって感じ。で、何分なんだっていう。それも楽しみです。いや、試合だとちょっと早くなるんだよ。そうなのよ。それで持つもんなの？早くなって。いつも練習は結構4分15とかになるんですよ。持たないですね。持たないんだよ。はい、2キロ通過です。この1キロが3分59秒。ああ、ちょっといい感じに戻してる。そうですね。はい、4分ぐらいで。これで押していければいいかなって感じ。そうそうそう。この時は、ああ、よかったと思って。逆にさ、ここも3分半ぐらいで、30秒台とかで入ってたら、やべえなと思ってたけど、意外と4分ぐらい、3分59になったから、よかったよかったと思って。で、とりあえずこのペースで押していこうって思ってるところ。でもちょっと早いかなと思ってるところ。あ、ちょっと早いかな。だから本当に4分10で行きたかったの。ずっと。これはさ、やっぱカチッとペースを変えるからちょっと時間かかるの。かかるかかる。キロ4。リズムって言うんだけど、リズムを掴んじゃえば、楽なのよ。なかなか1キロ目からはやっぱカチッとはまんないんだ。アップじゃないでしょ、2、3キロ。普通ではないけど。アップじゃないんだ。普通ではない。アップはもう済ましてるから。済ませるね。リズムだね、本当に。だから、なんていうの、4分10のリズムを最初の1キロから2キロ、3キロぐらいで掴みたいの。でも、4分じゃん、これもうリズムが。ってことはもう、この4分のリズムでハマっちゃうと、それで行くしかないの。そうだね。ってことは、今、体は4分でどこまで行けるか分かんない状態でやると10キロで終わる可能性が出てくる。
でも4分10でカチッとはまってればハーフでしっかり走り切れるって可能性があるから、だから本当にこの人たちが走ってるからさ、むずいよね。確かにその人たちは合わせに行っちゃうよね。自分で急に帰れないじゃん。そうそう、あとね、抜きたくなるんだよね。あれ、キノコがいる。キノコさんですね。あれ、キノコさん見てください、東京ベイの X フォーメーションです。おー、X フォーメーションやっぱ組んでもらってるじゃん組んでもらってるじゃん。あれ、キノコが走ってる。そうです、僕のコーチですね中野舞子。中野舞子です。サブ 3.5 の第2話っていう登場してもらってますね。そうですね、いつもお世話になってますよ。ちなみにこの前日、はい、僕の情報ですけど、はい、僕と中野舞子っち、はい、東京ベイランニングクラブの、うん、30キロ走で一緒に走ってる、うん、中野コーチはもう25キロ走ります、前日。そうね、すごい走ってきて、次の日だから、なんか疲れたって言ってた。疲れたね、スタート前に疲れたって言ったもん。スタート地点に立って疲れたっていうやついないからね。まあね、確かに。だからすげえなと思ったんだよね。うん、でもやっぱり出るんだ。元実業団の選手ですから、そこら辺は。僕もね、ちなみにその日20キロ走ってますから安心してください、ちゃんとやってます。安心してください、確かにね、そうだね。20キロ現実ね、ちょっとダメダメでしたけど、練習内容。ああ、そうなの、思ったほど体が動かない。ただね、ここら辺本当にね、2キロから3キロにかけてはリズムは良くなってきてるなっていう感じなんですよ。だから怖いんですよ。4分10で行きたいのに、4分のリズム、これ大丈夫かな、合ってきちゃってる。そう、合ってきちゃってるから、それで行くしかないっていう。そう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 、もうこれで行くしかないみたいな、もう乗っかっちゃったっていう、その波に。運よけやそのままの気持ちよく乗っかれるし、そうそうそう、最悪だとガタッとなるんで。そう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 、もう、でも、位置、そんなに上がってない。なんか、パーマはそんなにしないね、まだ。きつさはないです。もう、イージーで走ってる。イージーなのに、その20キロでもやっぱガタッと落ちる可能性あるんだ。ある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 。それがいつ訪れるか分かんないから、それも感覚なんですか。感覚です。怖いんですよ。急に来るの、ちょっと急に来る、急に来る。楽しいですね、この解説しながら見るの。まあ自分のレースだから、うん、かっこいいですよ。いや、かっこいい。この映画かっこいいですよ。もう天気いいなっていうのが一番の印象。ああ、もう映えるな、映えてる。かっこいいなって。かっこいいよ、かっこいいよ。タイム出てからかっこいいな。すごくかっこいい。あ、給水だ。お、給水。給水地点。そして私はスルーしてるから。この1回目の給水。取ってません。取ってないんだ。取ってません。何キロ？三四キロ地点。これ三キロ。そうだね、三キロ手前。まあまだいらないなみたいな。まだいらないなって感じ。ちょっとね、して欲しかったですね。給水、水が飛ぶのか飛ばないのか。はい。4分9秒この1キロ。どうあれでいいのか、4分10で行きたいの。そう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 、だからなんか探って探ってって感じ。そうそう、探ってる感じ本当に。だからね、本当、うん、でもね、気持ちよかったね、天気が良くて。もう3キロですね。ここら辺は本当に気持ちよく走れてたかな。ほぼフラットですか。いや、これね、実はね、ちょいアップダウンがあるんですよ、成田ポップハートマラソン前半ね。前半ね、前半の5キロぐらいかな、確か。うん、ちょいアップダウンが続きます。映像上とちょっとあれだけど、さっきの下りもちょっとあんま分かんなかったね。確かにね、まあ、映像にしちゃうとね、やっぱちょっと分かりづらいもんね、うん、でもちょっとしたやつは。この後ね、多分結構下りが訪れるはずです。いいね、この街を独占してる感じで。そうね、よくランニング系 YouTuber も言ってるけど、なんか集団を見つけたいみたいな、ね、そうそう、俺も今思った。集団の今先頭、下手したらこれ下手したらっていうか先頭に立たされてるよね、集団が。この後ろにあったとしたらついてきてるわけじゃないもんね、誰かに。いや、あの集団なんだよね。あの集団ついてきたい、ね、あの集団に行こうと思ったの。あれが4分の集団なのかなと思って、あ4分から4分10ぐらいの。なるほどね。で、あそこに追いつきたいなと思ってます。なるほど、うん、そう、あそこについて、あの集団で行こうって今思ってるんだけど。中野舞子コーチも一瞬前に現れたけど、また後ろにいる。後ろにいる、うん、あの中野舞子コーチね、完全に俺の後ろについてたから、この時。なるほど、うん、確かに。そうで、俺の足蹴ってたからね、後ろからパッ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 当たってたから、もうだからぴったりくっついてるっていいと思う。いいよ、全然全然いいですよ、本当に。風よけで、俺背高いから
中野舞子僕もアドバイスを授けたんで中野舞子君に、ね、絶対負けんじゃねえってうちの相方ああなるほどねそしたらめっちゃ乗ってたらっていうのを見ああなんて言ってましたいや絶対負けないあ絶対負けるわけないでしょぐらいのまあ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 実力はね舞子君の方がね今の実力はあるんじゃないですかでなかなかあの集団に追いつかないんですよそう同じぐらいのペースが来てたちょっと頑張らないと追いつかないよねそうこの人たちも多分あれしょ前の集団についてきちゃってあげてるんだよ、ね、そうそうそうあの集団いいなと思ってるんだよみんな行きたいんだけどなかなかね同じペースだからじりじりとした頑張んないといけないからさそこがねもどかしい結構やっぱこのハーフの大会もベイパー目立ちましたベイパーだらけでしたねベイパーだらけだらけだったさあ僕もベイパーどこで落とそうか迷ってますけどね本番じゃないのか長野の前ちょっとハーフでやっ使ってみたいですね。ああ、まあそうだね。あ、徐々に追いついてきましたよ。徐々に来ましたよ。この集団。そう、この集団がね、いいなと思って。これ中野舞コーチとここの集団を目指そうっていうのは暗黙の了解で多分あったですね。喋ってないですけど、ここいいですよねっていう。集団を目指すメリットとしては。楽、うん、その楽な理由はついていくだけだから考えなくていいってこと考えなくていい前の人の腰を見てケツを見てただじゃあまああ中野舞子っていうかここでほら集団に追いついたから俺の行ったり後ろからもうお前いらねえよってそうお前いらないよってこいつと思ったからねついていくのって楽なんですねそうなんですよ一人で走ってるとそのペースが分かんなくなるからむずいってことそうあれこれ大丈夫かなとか思っちゃうのこのペースでいいのかなみたいなはい、この1キロ3分54秒4キロってことですねのちょっとムラがあるじゃない、うん、先4分99で今回3分54秒、うん、それ全然大丈夫なアップダウンですあ、なるほど、うん、ってことだよちょっと下ってた走ってる感じとしては別にあんま変えてない変えてないで、ほら、マイコーチがあの集団の中に急にシュッていっちゃって俺裏切ってすごいね位置取りが位置取りね、ちゃんと女性ほぼ良いじゃん1位ですからね、この時あ、女性1位1位ですおー、さすがコーチ男性のだってトップランナーっていうかトップランナーではないけどねいいペースのところに先頭集団の中にいるってことですねそうそりゃねあ、じゃあ一応うちの相方もあれなんですね先頭集団にはついて、ギブついていけてるくらいなんですかこれ、先頭集団ではないですけどねもう1個あるの全然あると思うな 2集団くらいあるんだよ、前に、うん、3集団目くらいだったのまあまあまあ戦闘集団の絵が一番お届けしたいけどねいやそうお届けされたいよ、うん、俺まあじゃあ一応これ戦闘集団ってことにしますやってるから無理でしょじゃあこれ戦闘集団ってことですここがねめっちゃ下ってんのいや俺びっくりしてんのやっぱ対向車来るんだ対向車来る危ないよ結構、うん、ガンガン来るギリギリだけどみんなギリギリ行くなっていうのは印象ですね、うん、初めて見るんだよねちゃんとこういうそっかレース映像初めて見るのか、うんこの下これね、わかんないかないや、これ下ってるねそう、これめっちゃ下ってんの映像上わかるから、多分相当やばいよね、うん、で、ここで、上り下りに弱い俺が、離されるっていう上り下り散々やってきただろ、九州でいや渋り峠そう、渋り峠は自分のペースで行ったからここでね、離されたんですよ、あの集団にで、マイコーチもあの集団についてるじゃん、うん、ついててるじゃん、しっかり確かに俺だけ離されたの、ここでこの集団何ですか何坂が苦手なの上りじゃなくて下りも下りも上りも苦手だね平坦がいいんだうんトラック向きだねやっぱねじゃあちょっといやだって速いんだもん下り飛ばすなよそんなの素人みたいな意見言ってんじゃねえよ速かった速いんだもん速かった今のなんで横確認したのん今のなんで一瞬そうカメラが横向いたのあローソンあると思ったそういうとこ見るんだね、うん、それでも僕はちょっとお伝えしていこうかな、うん、目線ねランナーがねあってねコンビニ好きだよねそう本当に行こうと思ったの一瞬ロッあるわそうですね実はちょっとトイレ行きたかったんですあーでなるほど、ね、コンビニのトイレ行こうかなって一瞬これ迷ってるいやねこの段階トイレ行きたいってちょっとこの段階でちょっと曇りで怪しいですけどねちょっと怖いそんなおしっこしたくなるんだね走る最中あらまた目線がなんか探してるけどこれはあれですね時計を見たああ時計見たのねであの集団が
っと縦長になったね、下りで結構縦長になったね。この時はどういう意識なの？やっぱちょっと前行かなきゃなって感じ。いや、全然もうこのまま行こうって思ってる。だから3分59、あ、3分39、3分59、4分9、3分54で来たわけだから、4キロまで。なんか、このぐらいのペースで押していけたらいいなって思ってる。ああ、なるほどな、ね。ただどうなのかな、ハラハラって感じ。あ、でも会員さんについてってね。あ、東京ベイだよ。東京ベイの、あれはずっと映ってる、トーマさんっていう。トーマさん、はい。トーマさんの映ってる。ちなみに、この遥か前方に長山さんがいます。あ、長山さんもう持ってかれてんだ。もう全然、その、全然前の方に。ここでほら、また集団に復活するわけですよ。応援してくれてるんですね、皆さんね。頑張れ。そう。これね、ありがたいんですよ。やっぱりね、声援は力持ち。4分1秒。おぉ。ちょっと早いんだね。5キロっていうかですね、4分。やっぱ坂下ったからか。だって4分10で行きたいんだよね、今度はね。うん。いや、坂下った割にはって感じだったね。あ、じゃああんまか。うん。そんなスピードアップもしてないんで、坂下ったのに。そう。いやー、孤独な戦いだなー、本当に。まあそうだね。ずっと走ってんだもんね、単純に。すごいよなー、これは。これ登ってますね。ちょい登り。うん。でもちょい登りは、俺、好きなのよ。ガチ登りはちょっと嫌だけど、ちょい登りだとちょっと足動くんだ。で、この集団の、さっきの集団の人たち、ね、これをここで捉えて、確かに捉えたね。はい。で、つかなかったかな、多分。この時に、やっぱあれ気になるの、前の人たちの疲れ具合。そう、だから要はさ、この集団で行きたいと思うじゃない、うん、で、そこの集団に行くじゃない。でもその集団が垂れてた場合、その集団についてたらズルズルタイム落ちちゃうから、うん、そこも見極めも大事なんだよ、ね、ちゃんと、うん、余裕度があるのかな。自分がペースアップしたから追いついたのか、そう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 、向こうが落ちてきたのか、落ちてきたのかってことだね。そう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 、確かに。それは意外と走ってたら分かんないよ。でもね、あの追いつけば分かる、大体。 うん、あ、きつそうだなこいつみたいな。なるほどね、こいつってこの人きつそうみたいな、ほらちょっときつそうになったんですよ。だからこの集団もう崩壊したなって僕は判断した。だから前に出たんだ。そう。で、どんどん、まあいいや、もう自分のペース上げてないよ、これだから。毎回じゃ俺は思われるんだろうな、後ろから来たらね。あ、こいつきつそうみたいな。俺本当に地獄のような顔して走ってますからね、この世の終わりみたいな。結構ね、やっぱみんな楽そうに走ってるなって印象ですね。そうだね、まだだって始まって5キロですからね。もう4分の1でしょ、言うて。うん。それ考えた方がいいよ、マジで。本番マジで考えない方がいいよ。何にも考えない方がいいよ。2分の1、4分の1と考えない方がいい。絶対考えない方がいい。マジで考えちゃうけどね。ちなみに俺は九州縦断の時に2キロを30回やるって考えてたね。2キロのインターバルだから2回、いや絶対やめた方がいいよ。でもそれでも走れちゃうすごいな。それでもいいかも。じゃあ自分で合ってるんだったら、あ、どうぞ。俺声かけてもらったんだけど、ポップラインさんみたいな。あ、知ってたんだ。そう。へー。しかもさ、あの新しいあれだね、元カノの元カノの親じゃないの。やめなさい、やめなさい、やめなさい。この辺に住んでたんですよ。やめなさい、元カノ。あの時のじゃないよ。思いもしなかったわ、今初めて思ったの。確かにそうだね。ここら辺でね、もう単独走に近い感じになってますね。確かに。これどうなの、これね、細くなんない。嫌だね。嫌だよ。うん。でね、みんなバラバラなのよ、集団がないの。だからね、ちょっとね、集団を見つけたいっていう気持ちもあるんだけど、もうない、この時は。もういいや、自分のペースでいいやと思ってる。いつそんなハーハーしないね、本当に。うん。そのたまに、ってやるの何だ、あれやっぱ痰が詰まる。何、ね、癖だよね。いつも、ってやるよね。この走ってる時だって。日常ではないけど。何の効果があるの。効果はあんま良くないと思う。しない方がいいの、本当は。しない方がいいと思う。なんか、うんってやるよね。やるね。ちょこちょこ。やっぱちょっと、良くない。苦しくなった時にやるんだ。多分やってるんだと思う。無意識で。そういや、そうだなって今思ってる。普段やんないの、走ってる時だけやるよね。ちょこちょこ。
6キロ通過がこの1キロ4分3秒いいペースだ、はい、かなりいいペースですよね、はい、ね、だからだいたいキロ4ぐらいでいってるってことですね、アベレージは今6キロか、うん、ってことは前回の8000なんかより全然いいね。そうだねもう垂れてたもんね。もう垂れてたね。4分17かかってたもんね、最後、ね、最後4分20くらいかかってた、20くらいかかったね。だからもうああいう時もあるんですよ。そう、はい、体調でもろに影響する競技だよね。不安になるじゃん、あの 8000m さ。やっぱ自分でもやっぱ結構競技歴昔あったわけじゃん、うん、それでもやっぱ不安になるんだ。なるで走れねえんだろうみたいな。なるなるなる。いや分かってるよ、多分本番は大丈夫なんだろうなっていうのは分かってるけど、それは経験値で分かるじゃん、うん、でも一般の人ってもしかしたら分かんない人いるじゃん、うん、俺とかはだってもう初だからさ、ね、そうそうそう、それを基準に考えちゃうじゃん。そんなことないね、意外とちゃんとこうポイントやって、あの刺激とか入れて大会に臨むと体は動くから、そこまでの練習の内容によるよね。例えば 1000m4 分でずっとやれてた人だったら、俺みたいに8000のセーランで4分以上かかって垂れても別に今まで4分でできてるから大丈夫。その日がたまたまできなかった、その日がたまたまだったって、体調が悪かったって。そうだからあんま気にしないで、できない時は。まあね、それでストレス感じちゃう人もいるだろうから、なんでこんな練習してきたのに急にできなくなったんだろうね。そう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 、それ今話してるのは俺の基準の話だから。カズキだったら、今5分ちょいぐらいで1000のインターバルやってるのかな。だから8000のペースも5分半ぐらいでできればまあまあいい。それでもし体調悪くて6分かかっても気にしないでいい、1000、うん、のインターバルはできてるわけだから。ここでまたトーマさんがね、下り強いんですよね。下りで全部僕と抜かしてるんで、下りの練習したらいいんじゃない。なんか虚しくない、だって楽なはずじゃん。下りって全然楽じゃない、きつい。ここも分かるかな、めっちゃ下ってんのよ。いや分かる分かる、だってこの開き方は相当の下りだと思うんだよ。そう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 、でもあの相当開いたからねこれ。逆に俺が今走ってるとしたらもったいなく感じちゃうのよ。せっかくだいぶ差ついたのか分かんないけど、こう一緒に持っていったのに、うん、また坂でスーッて行かれちゃう。そうそうそう、でその坂は向こうからしたら多分そんなにきつくはないわね。どうなの、なんだろうね、なんかあんの自分の中で、これが原因だなみたいな坂。いや、そんなに上げてないの坂で。ブレーキかけてるわけでもない。ブレーキもかけてない。だから俺はあんま変わってないと思ってる。結構こうバンって行っちゃう人は行くよね。今の離れ方は結構バンって行ったよね。でも普通に今振り返って後ろいなかったよ。いなかったね。だから俺も別に坂で後ろ離してるから、それよりも速いペースでトーマさんが速かったと。トーマさんが下ってるっていう、ちょっと大丈夫かなと思ったけどね。だから今後ろにいたんだ。そうそうそう、そういうことだ。後ろとかやっぱ気になるんだよ。まああとあの会員さんと走ってたから一緒に走りたいなっていう気持ちがあったのよ。集団だって今だともうトーマさんだけだよね。そうそう、ちゃんと近場にいると。で浜さんがいたから、浜さんいないかなっていう気持ちもあった。もう大体成田ボップここら辺からは平坦です。最後まで、最後、あ、いやだから登るんですよ。今下ってきたやつを。あ、なるほどね、回収しに行くんだ。まだそうそうそう、その時この当時の俺は気づいてないそのことに。ちなみにあのアクションカム、はい、7キロ通過、この1キロ3分57秒。もういいペースってか、ちょっと早いくらいだけどね、うん、まあ下がったからか。アクションカムつけてハーフ走ったこと多分今までないよね。俺ね、うん、どうですか今の段階で。アクションカムも気になってない。あのね、ぶっちゃけね、気になったじゃなくて、まだちょっとね、スタート前にね、もうちょっと縛ればよかったなと思って。あ、なるほどね、きつくギュンギュンに。そう、ちょっとね、軽くね、一個余裕ある状態で帽子かぶっちゃったの、うん、だから、こうずる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 、ミリ単位で、うん、下がってってる、つばが。なるほど、ね、で、それをグッて上げたりする映像がね、ちょいちょいあると思います今後。で、気になるなんて言ったかな、喋った気もするけど。そう、集団がないですね。はいね。ここの左のプーマの方ね、
もうずっといるんですよ、一緒に。黒の、そう、あとこの緑の、あ、青の、青の人、なんかそう、ここら辺と一緒だね、多分。だから結託すればよかったよね。なるほどね、うん、でもここで僕はスーッと行っちゃうんですよね。タイムはまだあんまりそんな気にしない段階、ここでなんかちょっと調整入ろうとかない？ない。10キロでちょっと考えるよ、やっぱハーフの真ん中ら辺で、うん、こんくらいか、もうちょい行こうかな、行かないとこかな、みたいな。大体ハーフだと10キロで大体ペース配分決める。いやだからペースアップしようかペースダウンしようかの話でしょ、うん、そうそうそう、それはだからしない。それなんでかっていうと、もうここ7キロを通過して今8キロに向かってるけど、もうこのリズムだから、このままこのリズムがいいと思ってる。あ、なるほど。で別に遅くもないし速くもないからこのリズムでいこう。ただ俺はその時思ったのは、まあ、キロ4じゃんアベレージしたの今大体、うん、だから4でいけるんだと思ってる。キロ4で、あ、ここまで押せたなみたいな。あ、じゃあ上出来な感じなんだ。そうそうそう、あ、いけんだみたいな。じゃあキロ4でいっちゃおうって思ってる。なるほど、うん、だ本当は4分10ぐらいでいきたいっていう思いがあったんだだけど4分でいけるのか。キロ4だとハーフ何歩ぐらいなんですか。84分。85分ぐらいか。1時間30分切りか。そうだね、1時間25分とか。なるほど。1時間25分だと本当に倍にしたらサブ映画だけど、でもちょっとしんどいんだよね、倍だしね。1時間24分か。どう読んでる。じゃあ30分。でもね、俺リズムは本当この時4分のリズムは完全にできてるから、逆に俺をペースメーカーとして皆さんついてきてもよかったかなっていうぐらいのちゃんと刻んでる感覚的に本当に。まあね、そこ慣れてるもんね、コーチやってるから。そう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 、4分ペースで同じペースで行く。中野うまいコーチがはるか、かんなちゃん、前に行っちゃってますね。前に行っちゃってるんだ、全然見えない。そう、あの集団からそのままずっとバンって行っちゃったんだ。うーん、血が騒ぐんだろうね。そう、やっぱり負けたくないっていう。で、独走1位だからね、女子の。そっか、女子の2位は萩さんよりも後ろ。後ろ。あ、でも全然だね、うん、1回も出てきてないよ、本当に。ちぎりやん、ちぎり。ちなみに、この大会の男女比どんくらいなのか、成田ポップ。いや、それはちょっとわかんない、大体結構多い、女性。やっぱ男性がもうがっつり。はい、8キロ通過で4分1秒。いいペース。うん、男女比はどうなんだろう。もう男の比の方が多いんじゃない。やっぱり、あ、そっか。男子の方が多いんだ。8、2ぐらい。あとね、ここら辺でちょっと気づき出したんだけど、曲がり角多いな。やっぱ嫌なんだ、曲がり。嫌だね。しかもこの直角の曲がり、ちょっと一回ちょっと減速するからさ、このいいリズム、4分のリズムが体に染み込んでるじゃん。一回リセットしないといけない。そうそうそう、毎回されちゃったら嫌だなって。されないけど、されなかったけど、あんまり良くない。折り返しで完全に止まってたりするじゃん、トップのランナーも。あれ嫌だよ、負担かかるんだろうね、アップガルダに。一回止まって、またさっきのリズムに戻さなきゃってなるから。一回ほぼゼロになるんですよ。歩いてるみたいなもん。ゼロになる。ゼロ、俺は好きだけどな。ゼロ、ずっとゼロでも歩きたいよ。どういうこと。プロマラソンも歩きたいわ。結構一人旅っちゃ一人旅だね。ただね、俺この時ちょっとね、まあ、4分で押していけるんだの気持ちと、前がずるずる落ちてきてるのよ、これどんどん抜いていくのね。なるほど。これがちょっと楽しくなりだしてる、最終のためにね。そうそうそう、最初に突っ込んだ人たちが3分50とか多分入ってたんだけど、その人たちがずるずる落ちてきてて、落ちてきてるやんみたいな。で、一人一人こう食っていこうみたいな。景色を楽しむ余裕っていうか、もうそれはもう全く頭ないの。あ、すげえのどかだなとか、もう頭にほぼない。この時点ではない。うん、どこ走っても同じような感覚だ。なんか道を走ってるってだけ。というか前の人見てる。あ、前を捉えてる。前を捉えてる。一人ずつ、一人ずつ。二つ前ぐらい俺ちょっと見るかな。一個前あんま見ないで、二つ前ぐらい見て、
また直角分になってる。また直角分になってる。なんか九州の道思い出すけどね。まあそうね、今見るとこんな景色良かったんだと思ってた。あ、だから見てないです。見てないね、やっぱり。タイム考えながらちょっと前の人を追っかけてるっていう状況だね。言うてね、8キロ過ぎたからね。目線やっぱりいいっすよね。ずっとブレずにほぼ前見てるよね。あんま横チラチラ見たりしないよね。そうね、見ないね。そんな見ないでしょ。いや、俺結構多分アクションカムつけちゃったら出ちゃうと。やめてよ。もうめっちゃ横見るから。ちゃんとまっすぐちゃんと走ってよ。結構横見ちゃう。何の、何言ってんの。見ない、見ちゃう、見ちゃダメ。さあ、確かに捉えてきてるね、ちょこちょこ。これやっぱ抜かれる側はしんどいんだよね、精神的にちょっと。うん、うん。いや、どうだろうね。そんな思ってないかも。お、トイレがあった、仮設トイレ。次これ9キロだよね。9キロ？だね。9だね、多分。9だよね、次。うん、9だね。腕回しましたね、うん、ちょっとね、ダリーナみたいな、うん、なんかちょっと力んでるかなっていう。給水地点ないね。そう、俺それ思った、あのさっきの給水地点だよね、うん、もっとあると思ったのよ。3キロくらいであったけど、もっとあると思ったらないね。確かに曲がるね。曲がるでしょ。曲がるね。そう、結構曲がるのよ。どういうコースって思ってた。ちょっと批判してあれだけど、なるほど。批判というか、まあ本当の感想だからね。しょうがない。はい、この1キロ3分53秒意外と上がっちゃったなって思ってて。そうだね、だってもうキロ4分切ってるもんね。いや、まあそうだよね。だいぶ貯金できてますね、うん、かなり。9キロだから、うん、36分だからね、うん、4分でいけば。そうで、今もう36分まだ経ってないから、まあ、貯金はできたなったから。なんかいろいろ見出してるよ、どうした。どうした。うん、全然あれ、ふーって初めて言った。あ、ブレてるカメラが。何してんだ。あれ、これ帽子気になりましたね。あ、これ帽子緩めたっていうか、あのきつくしたの一個。いや、してない。してないんだ。触っただけ。お、ほんと帽子なんか言い出してる。やったら頑張れ、帽子頑張れ。帽子がずれるな。誰に応援してる。帽子頑張れ。帽子応援してる。初めてなんか来たね、なんかちょっと一気に感情がふーって言い出してから。ふーって言ったね。ちょっと疲れてんだから。ちょっと疲れたんだろうね、ちょっと疲れてきてるよね。次10キロだなと思っちゃったんだろうね。まだ10キロじゃねえんだって感じなんだろうね。そこで給水を取りました。取りました。お、水しぶきなし。さすが。お、ごくごくしてる。じゃあ待って、さあこちらお水でーす。水も取りました。取れましたね。取ってる。かけてんのこれ。いや、飲んでる、飲んでる。こんな音入るんだ。で、このゴミ箱に。おー、素晴らしい。はい。ナイス。ただ、だいぶ落として。落として取った。やっぱそうだよね、むずいよね。むずい。いろんなんくらいで取るのって結構厳しいと思うもんね。撮るときにあの給水動画を思い出したもん。そうだ、奥のやつ撮るんだと思う。皆さん見てください、給水動画。そこも奥のその模様もちゃんと奥で撮ってたね。奥で撮った、うん、思い出した。で、給水撮ると一回呼吸止めて、うん、給水撮るからもう一回整えるのにちょっと時間かかる。苦しくなる。ちょっと苦しい。まあ、でもね、撮らないわけにもいかないし、ね、そんだけ晴れてたら水分がね。そうで、この時どんどん気温上昇してきてるから結構暑いなと思ってた。もうすぐ11時とかになってくる時間帯だもんね、うん、もう結構暑いよね。え、ちなみにエイドみたいな全然飲んでないの？レース中はもうな、全く走るだけ今のところ。どういうこと？なんかエイドみたいなの入れてさ、ちょっとチューみたいなやったりしてないの？あー、ないです。今回ハーフはないです。僕、給水だけじゃ。給食はなし。ジェルも取ってない、一本も。ちょこちょこ回収してきてるね、うん、いいですね。ちょこちょこね、一個一個ね、抜かれてないんじゃないかな。確かにね、今のとこたまにちょこっと抜かれるけど、うん、その人も、その人あの下りでビュンって行かれて、うん、みたいなぐらいだ。
みんなこれ何回走ってんだろうね。そうね、50位以内くらいでしょ。あ、それはもう50位以内ですね。20何番手くらい、何番手くらいで。おお、息が整ったのか。整ったかな。整ったね、実際。やっぱ給水ね。あとね、給水、ね、ちょっとでも息上がってきてるね。うん、息上がってるね。うん、あ、走るもんね。で、この人に着こうかな、一回お休みしようかなって思いました。うん、あので休憩したいなと、ちょっと。ずっと一人で走ってる感じだったもんね。ランナーの休憩の意味と。ここで俺だったら俺の中の休憩止まるだから、ね、そうだね、はいって感じ。違う違うんですよ、後ろに着くのが休憩だから。で、休憩するのやめました。それなぜ。はい、この1キロ4分1秒。あ、はい、まあまあまあ給水の割にはね。それはなぜやめたかっていうと、10キロって、リズム違うなと思ったの。これキロ、この人キロ4じゃねえと思ったの。並んで瞬間にまだ貯金全然ありますね。今でね、キロ4だと思う。そして前がいない。確かにこれはしんどいね。そう、これしんどいよ。今までずっとさ、落ちてきてるランナーを一人ずつね、こう食ってこう、うん、を目標にやってくるのに、急に前にバーンと人がいなくなると、わってなる。単独走だ、全然見えないもんね。確かに前は意外とスピード感あるスピード感あるね、あるよね。あれ、あれ、なんかおっさんみたいな、おっさんみたいになってる。大丈夫かしら。大丈夫かな。うん、一定で、まあでもハーフのハーフを今過ぎてるくらいだもんね。うん、そのハーフのハーフっていうのはあるの。あるよ、中間点で出てる。中間点出てるんだ。まあ、10キロ、まあ、40分切ってるわけですからね。恐ろしいっすわ、俺からしたら。死んじゃうよ、本当に。そうだね。僕の今ね、ベストが1000が3分53が、それでずっと言ってるんだよね。死ぬ、マジゼロだよ。まあまあ、でも、それはね、そのレベルの違いだろうと。練習してればそこに到達できるから。するってことだよね、慣れってことだよね。そうそうそう、人間は慣れがない。中間点なかった？あったでしょ、多分。中間点っていうあれはない感じするよね。いや、看板あったはず。あった、うん、ちょろっとあったんだ。うん、一人ですね、ここね、ちょっとね、辛いな。あ、中間点ありました。中間点。確かに41分50ぐらいしたの。83分くらいでゴールできるな。84分切れる。キロ4を切っていけるなっていうアベレージね。この段階で今どう、中間点どう思ったの。まあいけるかもって思ってる。ただちょっときつくなってきたなっては思ってる。10キロでやっぱきつく感じ出すもんね。いや、だから10キロできつく感じ出しちゃったから、やべえなと思う、いう感じよね。ここら辺はまだ、そうそう、ちょっと早く来たな。ハーフのじゃ理想のきつくなるポイントはやっぱりどんくらいなの。ちょっと2キロとかじゃない。2、3キロでようやくきつくなるがいいと思うけど、そこまでのきつさはないけど。11キロ、3分54秒。これね、アップダウンなんですよ、ずっと。絶対抜かれたくないと思って。